最高の更新したのかみたいな、不思議でしょうがないみたいな、理屈では考えられないみたいなことを言ったんですけど、これもいつも言ってるように、これみたいに理屈じゃないんだという話なんですね。はい、次です。コロナで新興国経済に消えない傷、世界銀行ですね。新興国の経済は今後5年間で 8%、産油国は 11%、それぞれ縮小するとの見通し。あと世界経済構造もですね、さっきの不動産市場と一緒でクラスター構造になっているんですね。強いところが、まあ、日米欧ですよ、が、たくさんのお金を持ってます。で、景気がいいときは、ブリックスをはじめとするその新興国にマネーを振り分けますね。で、これ景気がいいときは、新出が必要だと、それを引き上げるんですよ。